美味しかったです。美味しかったでしょ。ヤマメと天ぷら。うん。なんか自然だったね。なんか良かったよ。雰囲気良かった。まあでもそうめんは美味しかったね。美味しかったね。うん。夏って感じ。まあ良き場所でした。うん。ぜひね。カップルね。カップルと家族めっちゃいいだろうね。ぜひ福島来たらね。まあもう夏は終わっちゃうけど。来年かな。長いそうめんね。ぜひ皆さん行ってみてください。良かったです。めっちゃ美味しかった。次どうしようね。次ね、長いそうめん終わった後ね、ラーメンもう一軒行くみたいな話したけど、うん、ちょっと普通にきついよね。食べ過ぎたろ。シンプルそうめん食べ放題っていうの分かんなくて、うん、ね、結構食べちゃった。そうだね、食べちゃった。コーヒーかカフェかどっか行くか。でもせっかく福島来たからな、なんかしたいよね。そうだね、ちょっと探してみようか。ノープランだからね。ノープランだから今からちょっとね、考えましょう。せやね、考えましょう。おー、いいね。
カイジン。うまそう。ちょうどいい。じゃあ、このボケ感がいい。今日とかさ、プラ決めてないけどさ。何だっていいんだ、決めなくても。そうそうそう、いい感じになるよね。まとまるじゃないけど。ええやん、ええやん、ごちそうさまでした。仙台着きました。仙台着きました。今は5時だね。5時だね。今から仙台でサッカー部の友達ん家行ってバーベキューをする予定です。なんで富山に今ね向かってます。おお、ヒット臭いぞ今の。当たるね。さすがやっぱ運動してきゃいいね。ふな。いやでもいいんじゃない。よかった、よかった、よかった。負けました。ダメです。お、いいね。トライ。もう3球あった？はーい。サランマイだ。ありがとうございました。ちょっと投げてみよう。トライ。トライ。9番右下。惜しい。6番。ベンチ。あ、いいっすね、ど真ん中まず、これで終わり。いただきましょう。魚の匂いが。